皆さん、おはようございます。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は令和4年、2022年の9月27日、朝の6時半です。安倍元総理の国葬が取り行われる日の朝でございますので、少しその件について、私の思いなどをお話しさせていただきたいと思います。まず、今朝第一に飛び込んできましたツイッターなんですが、 ラーム・エマニュエル・中日米国大使のツイートです。岸田総理ありがとうございます。あなたは親切なホストであり、親愛なる友人であり、献身的な味方です。米国にとって日本以上のパートナーはいません。それはあなたから始まります。というツイートを英語でされていて、それを 翻訳されたものをリツイートとして日本人の方向けにリツイートしているというツイートでございました。この中でコミッティールアレイっていうのが私には引っかかってしまいました。コミッティ i t っていうのは献身的な突き従うっていう意味があるんじゃないのかなと思うんですね。そしてアレイっていうのは同盟です。つまり 俺たちの言うことを何でも聞く岸田という意味です。間違ってはいないと思います。で、このツイートを見て、まあ、戦慄を覚えたと私は <laughs> リツイートしてしまいましたけれども、この意味に気がつく日本人って一体どのぐらいいるんだろうなって思います。この間は、ビル・ゲイツさんが日本に来て、そして岸田総理が ニューヨークに国連に行った時にもビル・ゲイツさんと会ってっていうニュースがありました。もう岸田総理は自覚があるのかないのか、そういうことを考える頭も心も持ち合わせていないのかわかりませんが、とにかくもう完全にこのバイデン政権側、グローバリスト側の創クパシリになっておりまして、私たち日本人に牙を向けている 人ですので、こういう評価を受けるのもさもありなんと思いました。そして、安倍元総理が暗殺されてだいたい2ヶ月ぐらいたっての国葬なんですよね。で、私はこの国葬っていうものが日本の終わりを告げる日にならないといいなっていうことをあの頃お話ししていました。 で、状況はもっとひどくて、事実はもっとひどい状態が続いていて、今日に至るまで私たち日本人に向けられた国を壊したい勢力、そして外国勢力の、まあ、攻撃がものすごかったと思うんです。みんな傷つかれたと思うんですよね。それに心を痛めた方も多かったと思うんです。私もこの国葬に関してはあまり 話をししたくないいいいいほど辛いという思いで過ごしていましたこの2ヶ月ぐらいの喧騒を見て私は何を思ったかというとああ日本から人を悼むという気持ちがなくなったんだなと思いましたつまり日本人の宗教観を破壊するのに成功したんですこれは日本を壊したい勢力そしてあちら側の 勢力に巻き込まれた人だけが反対を述べていたわけではないですよね。こうテレビを見て洗脳されているおじちゃんおばちゃんたち、まあね、選挙権を持ったおじちゃんおばちゃんたち、一生懸命選挙に行くようなおじちゃんおばちゃんたちが、普通のリアルの世界で反対だって言い出してたんですよ、途中からは。もうこの恐ろしさですよね。結局、日本人っていうのが一番、 簡単に全体主義の罠に入ってしまってもともとこの一致団結して何かを成し遂げるっていうのを良い方向に向けて発揮していたのが日本民族だと思うのでそれの悪い部分ですよね負の面物事って何でも表裏表と裏があるのでその悪い部分が大きく出てしまってなんか反対することが良しとするような動きに 完全に飲み込まれてしまって、そう信じてしまっている人が火を追うことに多くなっていった。そして、言論人とかマスコミとかでは言わされているんだろうなーって勘ぐりたくなるような事例も多く見受けられました。この長い期間、国葬までの長い期間っていうのも、もしかしたら相手の罠だったのかもなぁと思います。 だって、リザベス女王の葬儀は速やかに淡々と行われましたよね。なんでこんなに2ヶ月も開けたんだろうということと、最近噂される、その金融面での何か大きな出来事があるんじゃないかとか、その考えると、なんか不吉なものを感じざるを得ないんですよね。そして、一番は、この2ヶ月の間、 私たちのような小さな動きはたくさんあったにせよ、力を持った人々が立ち上がらなかったんですよね。陰ではやってんのかもしれないけど、こんなにね、日本に対して攻撃が加えられているのに、それを命がけで守るんだ、みんな頑張って立ち上がって守ろうよ、という人が一人も現れなかったんですよ。 この深刻さに私たち一人一人気がつかなければならないのではないのかなと思います。今日の国葬の日が無事終えられることを本当に祈ってやみません。なんかもう本当に皆さんなんかもうさ、こっからマジで雑談なんだけどさ、あ、雑談の雑談なんだけど、だってね、安倍さん は何もしなかったとか悪いとかってそんなプロパガンダでしょうがって思いますよね。あ、安倍さん嫌いな人もいっぱいいると思うんですけど、だって森掛け桜って言ったってまず森っていうのは安倍昭恵夫人が被害者だったんですよねあれ。<laughs> そして掛け掛け学園はあれは当時のあの加藤知事が国会まで出向いて私が説明して安倍 さんのお目を晴らすってきちんと説明されてあれを聞いた時にはあ,あこれで疑惑なんかないってことが分かったねって安心したんですよねだけどそんな加藤知事の国会での証言なんてなかったかのように騒ぎ立ててるわけでしょ向こう側はねそれでみんなそっちに持ってかれちゃうわけですよ何かあったかのようにそして森掛桜桜にしてもあれ別に何の問題もない話ですよね だけどなんかものすごい悪事を働いたかのようにプロパガンダが行われてそれにまんまと普通の人が乗っちゃうわけですよねそこをちょっともうちょっと森掛桜って結局安倍元総理全部被害者だからっていうところを私は言いたいと思うそれは反論ある方もいるかもしれないけど反論しないでね今日は <laughs> なんかそれを見るとねまるで戦後の 私たちの何、崩さぶりを表しているかのように思えてならなかったの。もう命がけで自分たちの家族、これから来る世代のために命をかけて戦ってくれたおかげで今の日本があるのに、全然何の感謝もしないで悪口ばっかり言って、自分たちは彼らが気づいたその上の、 で楽しししい思い,をいっぱいしてきたわけでしょそれと一緒じゃんって私は思いますよこの安倍元総理に対する今の私たちの態度というのはあれだけ献身的に日本をなんとか独立させたいと思ってそりゃいろいろあるでしょうよいろいろうまくいかないことだってあるでしょうよそんなの当然ですよねだけど戦ってそして私から言わせれば反対勢力リストに殺された安倍元総理に なんて仕打ちをしてんだよって。彼のおかげでどれだけ今の私たちがとりあえず生き延びられたのかっていうことを少し考えたらいいんじゃないのかって私は本当思いますよ。もうここまで言うとね、みんなお前ことバカじゃねえかって言われると思うからその辺でやめとくけどなんか感謝が足りないの。私たち現代人に一番足りないもの。それは自分の至らなさを 謙虚に受け止めて努力する姿勢と先人に対する感謝が足りないってことなの。以上。今日も頑張りましょう。それではまた。